おっす、皆さん、ズグッツナイトです。今日は特別のレビューですね。まあ、前のレビューがあったので、FMA のオプスコア、バリスティック、これはちょっとプラスティックの重いのやつ、パッドが確かに悪くない。悪くないですね。これは悪くない。パッディングがちょっとだね。これは OCC であればちょっと使いやすい。まあ、使えるのことですけど、本物じゃないから、まあね。まあ、騒ぎに用は問題ないけど、今日は特別には、ちょっと、財布がまだ痛いんですけど、本物のオプスコア、カーボンファイバー。カーボンファイバーは、すごく軽いでも強いのやつですから、まあ、軽い言うと、普通の小さい指から、そのままででも問題なし。でも強いから、野球のバットとか、いろいろの大変なことは止まる。ダマが止まらない。まあ6ミリのサバゲの弾は絶対止まれるけど、本物の弾は止まらない。それはブリスティックじゃないから。ブリスティックよりちょっと柔らかい。でもバンプのプラスチックのヘルメットより強い。それで飛行機飛ぶとか、ロッククライミングとか、いろいろの頭に危ないぶつけてるの大変なことになれば、このヘルメットはすごく上等ですね。相手の穴は8ぐらいがあるので、それ涼しいとすごく薄い。カーボンファイバーはそんなに強くので、こんなに太ってるので軽いよね。ダイルも偽物より全然違うと。中のパディングはこのすごく柔らかいのやつですね。とこのフォームのパドは自転車、まあまだ自転車みたいけど、ちょっとだけスポンジの感じ、ちょっとだけ。それこの中のクローズセルフォン、これは天気とか水とか全然変わらない安全のやつと、そのままで海に入ったら、あとではただきれい水で拭いて問題なし。 FMA のヘルメットはすぐにこうやってなるみたいですね。ベルクマジックテープも死に強い、この感じですね。これは 1.5 インチのパッディングと、すごく柔らかいと使いやすい。まあ、確かにいい感じですね。ジャンプそのままで、ちょっと待って。それでヘルメットにかぶって、シュプーと、これをちょっとタイトすると全然動けない。それでもクリップは、これは本物のレザーが使えてると、本物のヘッドロックシステムですね。とそのままですごく軽いですから、カメラでも乗せたらこの OCC ダイルのおかげで重さはここにならない。ちゃんと全部になると全然気づいてない、カメラが。まあまだヘッドセットが待ってるので、ヘッドセット持ってるとアダプターが持ってないか、あらとよくゆっくりゆっくり高くになるから、それは今度に買うと、ヘッドセットとゴーグルとマスクと、まあゴーグルはみんながよくわかるの ESS のゴーグルですから、これは後でアダプターのクリップ FMA でも作ってるけど、大体同じ料金で本物に買うから、本物の方が全然動けないと使いやすいの方がいいと思う。それが来るとゴーグルもその感じに使おうと。もう一つにはマスクはこの柔らかいの簡単のタイプですけど、自分で前の FMA ヘルメットからクリップに取ったと自分でステッチした完璧じゃないけど、これで使います。もうちょっとタイトにした後、マスクはそのままでクリップに見つけたら入れる。もう一回こっちで、ここにもやったら、これはちょっとまあまだ早いんじゃないけど、どこだったのか入らない、あれあったと。それでマスクを使います。プラスゴーグルをこっちから中に入れる。シュッポー、よし、設定終了。お、安全になりました。そのままで安全と
大丈夫ですね。まあ、サバゲ用のマスクとゴーグルと、マスクを使えないと歯がなくなるわ。ちょっとダサいんじゃないか。さあ、ダサいから歯をちゃんと守ってください。まあ、他のルールでダマがあまり力ないでも、ちゃんと誰かは間違えたで、パワー多すぎると、その感じので歯がなくなるのはすごく大変ですね。それからプラスヘッドセットとパッチリです。よく見える、よくは安全と、ゲームが終わってもう帰ると、そのままでマスクを最初にボタンに押すとポチョン。それからゴーグルも上がって、ヘッドセットも後ろに上がって、クリップに開けると全部は一発に取れる。超便利だね。まあ、それは騒ぎ用のただヘルメットの話じゃない。でも、そのことできるから素晴らしいと思います。前には全部のミックスがちょっと時間かかると大変ですけど、これはちゃんと涼しいの使いやすいのヘルメットだね。これはまだまだまだ OK。 まあ、だいたいその感じですね。日本には死に高いです。でも、すごく便利とかっこいいのやつですね。ダマ止まらないでも、サバゲダマ止まれる。それとナイトビジンが超使いやすい。これはもう軽いから、全部重さはナイトビジンと後ろのカウンターウェイトになるから、まあ、ナイトゲームはもっともっとすれば絶対やるけど、それもまたお金高いになるから。とりあえず大体こんな感じです。中にもその黒いの、その黒のデザインと色はカーボンファイバーですから、まあ、かっこいいと軽いと素晴らしいのやつです。このレビューはそのままで、質問あればいつもコメントにお願いします。理由が以上です。じゃあ、皆さん、見るをありがとうございます。お疲れ様です。